ピーター・グラントは、スコットランドの政治家、スコットランド国民党所属、グレンドセス選挙区選出の庶民委員であり、2015年総選挙で当選した。グラントは、ノースラナークシャーのコートブリッジにて、伝統的な労働党支持者の家庭に誕生した。1982年に、グレンドセスに移り、政治活動の基盤として位置づけた。1992年の、 スコットランド地方選挙において、スコットランド国民党から、グレンドセス議会議員に選出した。続いて、ファイフ議会議員となり、議長を5年間務めた。そしてスコットランド国民党の指導者になった。グラントは2015年のイギリス総選挙において、スコットランド国民党の候補として、グレンドセス選挙区から立候補した。過半数の13,897票を、 獲得し、倉返してきた現職の労働党候補を下した。2008年からグレンロセス選挙区から議員を務めていたベテランのリンゼイロイ議員は、健康上の事情により総選挙には出馬しなかった。グラントはかつてアマチュア音楽活動や、ローンボールズ競技に熱中しており、レスリーボーリングクラブの代表も務めていた。既婚であり、総合診療医である妻フィオナと30年長の 生活を送っている。ありがとうございます。